噴水広場のさポケモンたち結構捕まりすぎじゃない？ああお前ん、またブラッドさんがいる。怪しいな。あれは刑事さん、ワゴンを調べてる。何かあるのかな。ブラッドさんは昨日も噴水広場を調べていた。一体どうして？ピカチュウの事件の痕跡を探してるんじゃないかな。そうだね、何かが残っているかもしれない。僕らも行ってみよう。いやってかさ、いないよなポケモンな。あー、いるっちゃいるのか。もともといなかった。おい、なんか怪しいやついんな。おい、怪しいやついんな。なんだお前。依頼か。まさかの依頼かよ。どうしよう、もう終わりだ。あの、どうしたんですか？すごく深刻な顔をされていますが。なあ君、どうか僕を助けてくれないか。落ち着いてください。一体何があったんですか？実は結婚指輪をうっかり落としちゃったんで。それはやばい、それはやばい。一番やばいかもしれない、今までの依頼で。それは大変。この建物の隙間に落ちたらしいんだけど、狭くて届かないんだ。これじゃ家に入れてもらえないよ。こんなに狭い場所じゃ僕たちでも無理だな。小さなポケモンなら入れるかもしれないけど、この隙間に入れるような細長いポケモンってことだよね。協力してくれそうなポケモン探してみようかな。頼むよ、このままだと僕は終わりだ。建物の隙間から結婚指輪を取り出そう。結婚指輪を建物の隙間に落として困っている人がいる。隙間に入り込めるポケモンを探そう。どこの隙間？これ？どこの隙間？どこに落とした？どこかよくわからんね。そもそもどこに落としたんだよ、お前。お？あ、ミノムッチ。ムッチムッチ。ミノ。ミノマン。ミノ。ミノ。あ、ミノムッチがいたのか。驚いた。ミノミノミノ。ミノムッチはどこの公園の木にもいるな。ミノミノ。おおおお、なんだなんだ。ミノミノ。ミノムッチは、おいおいおい、一緒のこと言ってる？一緒のこと言ったわ。ポケモンが少なくはなったけど増えてもいるんだよな。パモン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 むずいな。この声のトーンむずいな。エイパ、やあエイパム、街でいたずらしちゃダメだよ。それだけかい。でもってそれだけかい。クラッチ。それじゃマラカッチはいつも通りに。ブルーはマラカッチの動きを見て踊ってみようか。クラッチ。なんか増えてんだけど。お前、いつからおる？なんか増えた？どこで、あー、転んじゃった。どこで捕まえてきた？とりあえず。これか。あら？なんかとても、食べ物が。食べ物が。よし。おー。オッケー。犯人のピカチュウの痕跡を見つければいいのね。でも、ティームのピカチュウの痕跡と見分けがつかないんじゃ。そうかもしれないけど、それでも調べてみないと始まらない。さればそっか、見落とさないように調べてみましょう。よし。犯人のピカチュウの手がかりがないか調べてみよう。おう。なんかでけえ足跡だな、これ。でけえな。ポケモンの足跡がある。結構大きいな。これはピカチュウの足跡じゃないね。他に何かわかる？ティム。このポケモンは表通りの方に向かったみたいだ。おう、誰の足跡だろうな。人間でもなさそうだけどな。で、これ何？これはバスの切符だね。
ポケモンが一人でバスに乗るわけないしな。乗ったら面白いことになると思う。移動中楽しく過ごせそう。おうおう、それだけか。髪が落ちてるね。これはただの紙くずだね。事件とは関係なさそうだ。ほう。あ、ちっちゃ足跡。ポケモンの足跡がある。ピカチュウの足跡とは断言できないけど大きさは似てるね。広場の裏の2番街に向かっているね。途中で消えてるのが気になるけど。おー、途中で消えてるんだ。はー、それはそれで怪しいな、消えてるのが。あっ、食べ物が落ちているね。この屋台で売っていた食べ物かな。うん、屋台の食べ物。よし、これ以上調べられることはないな。バスの切符気になりすぎるだろ。なんだあれ。推理しよう。え、推理できんのこの状態で。もう一匹のピカチュウはどこに行った。別のピカチュウがいる可能性が出てきた。もう一度噴水広場の周辺を調べてみよう。うん、ほう。犯人のポケモンの行方を推理しよう。え、他の屋台へ向かった、2番街へ向かった、表通りへ向かった、これじゃない。残っていた足跡から別のピカチュウは2番街へと向かったということだろう。でも途切れてるんでしょ。よし、足跡途切れてるんでしょ。どういうことだ。この小さい足跡、大きさからして別のピカチュウかもしれない。きっとそうよ。足跡の向きを見てみると、路地の方へ向かったみたいね。その先は2番街よ。2番街か。別のピカチュウを見た人がいるかもしれない。行ってみよう。ほー、2番街へ向かっている。本当か。うん、犯人のピカチュウを見た人が2番街にいるかもしれない。ティム、行ってみよう。この先が2番街か。ピカチュウを見た人が見つかるといいね。わあ、今まで行けなかったとこじゃん。あ、ああ、もうこっち行けないんだ。帰れなくなっちゃった。まさかの。初めての2番街だ。おー、そこそこ広いな。警察署もある。うん。ここが2番街だね。パトカーのある駐車場の左が警察署よ。警察署の方に行くとハイハットカフェのある通りに行けるね。なるほどね、繋がってるんだ。もうポケモンの足跡は見えないね。消えちゃってるみたい。ここからは聞き込みで情報を集めないとね。ピカチュウを見た人を探してみよう。ねえ、そこの人にピカチュウのことを聞いてみましょう。あの、少しお話いいですか。何かしら。ほう。あの、おととい噴水広場のヤドン像が壊れた日にピカチュウを見ませんでしたか。いいえ、見てないわ。保護局に保護されたんじゃないの。保護されたピカチュウとは別のピカチュウを探しているんです。あら、そうなの。残念だけどピカチュウは見ていないわ。なるほど、貴重なお話ありがとうございました。最近ポケモンが保護されるところを見たことはありますか。私は見たことないわ。そういえば最近街でポケモンが保護されることが増えている気がするわね。確かに街のポケモンの数が減った気がする。もしかするとピカチュウの件と関係している かもしれないな。ほう。お？ポケモン保護が増えている？ライムシティのポケモンたちが次々と保護局に保護されているようだ。ポケモンたちが悪さをしたとのことだが。ほう。なんだかライムシティのポケモンがたくさん保護されていってるね。うん。保護されたポケモンに何かがあったんだとしても、急だね。
もう一匹、ああ違うわ、ティムか、これ。もう一匹のポケモンとも関係あるかも。もう一匹のピカチュウともか。知れないし、調べてみよう。いいけど、どうやって調べるの？保護されたポケモンのパートナーなら何か知っているかもしれない。そうね。じゃあ、パートナーの人の探しに行きましょう。ほー。まあ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 、順番に話聞いていこうか、とりあえずな。お、タイレーズだー。これより手前に行ったら、噴水広場に戻ると。こんにちは。はあ、最近は街の雰囲気が変わってるね。ポケモンが次々と問題を起こしてる。びっくりしちゃうね。おお、びっくりしちゃう？事件が増えているみたいですね。いつでも現場に駆けつけられるように準備しないと。おー、入れるんだ、ここ。入れるけども？あ、なんかいる。ポケモンだ。レバレバー。レバレバー。レバレバー。ペッパ？ん？このポケモンは何だろう？え、なんでこんなとこにおる？なんで警察署におる？てか、細いポケモンいないんだけど。どっかおるんかな？え、なんだろう？細いポケモンってなんだ？そもそも。うわぁ！イェーイ！鬼スズメ！鬼スズメにちょっと驚きすぎて変な声だわ。えぁっつって驚きというか嬉しいな。嬉しすぎて変な声出たわ。ここのバーガーは最高なんだ。一日5食でも飽きないね。お前一日何食食ってんねん。そもそもお前は一日何食なんだ？5食。それは食べ過ぎというか。おととい、噴水広場のヤドン像が壊れた日にピカチュウを見ませんでしたか？見てないね。おとといなら僕ここにいたけどね。足跡からすると犯人のピカチュウはこの道を通ったはずだけど、どこに行っちゃったんだろう。最近ポケモンが保護されるところを見たことはありますか？見てないけど噂は聞いたよ。今日この辺りに警察が来たって。事件は嫌だね。落ち着いて食事ができないからね。食うことしか考えてねえな。食うことしか考えてねえ割にはなんか細いな、割とな。鬼スズメ、あーあーなんだ。あ、これポケモンじゃなかった、偽物かよ。てかバーガー屋さん結構しっかりしてんな。バーガー屋さんっぽくない面構え。面構えじゃない。面構えじゃない。面じゃない。店構えだな。はぁ、あ、まったく、ベロバーのやつ。あー、ベロバーのパートナーだ。どうされたんですか？俺のパートナーのベロバーが大変なことをしでかしたみたいでさ。ベロバーっていたずらが好きなポケモンですよね。ああ、そうなんだよ。いたずらが行き過ぎたのか。詳しいお話を聞かせてもらえませんか？一体何があったんですか？俺のパートナーのベロバーが保護局に連れて行かれたんだ。突然のことで驚いたよ。まさかこんなことになるなんて。もしかしてベロバーがいたずらして人に迷惑かけたんですか？察しがいいね。保護局の人はそう言っていたよ。ただ俺はどうにも信じられないんだよな。おととい、噴水広場のヤドン像が壊れた日にピカチュウを見ませんでしたか？いや、俺は見ていないな。僕はヤドン像を壊した犯人を追っているんです。君は探偵さんか。犯人見つかるといいな。ほう。ベロバーはどんな事件を起こしたんですか？ベロバーのやつ、人の貴重品を取っちゃったらしいんだ。
ほー、場所はここだよ。このハンバーガーショップの前でね。事件は監視カメラで捉えていて、ベロバーがバッチリ映ってたみたい。ただ俺信じられないよ。あいつは見えていいやつなんだ。ベロバーは光るものが好きで、落ちてるものを拾ってくることがあるけど、でもあくまで落ちているものなんだ。人のものを盗んだことなんないんだよ。その話を信じたいところですけど、疑われるのも無理ないよね。まったくベロバーのやつかわいそうに。本当にベロバーが犯人なのか気になります。少し現場を調べてみますね。ほう、うん。ベロバーが事件を起こしたのはバーガーショップの前だ。事件の痕跡を探してみよう。え、ここか。おう、ここだね。近いな。運でもってこの二人近いな、距離感。ベロバーが人の貴重品を取った現場だ。手がかりはないかな。よし、調べてみよう。え、痕跡なんか残ってる。そんなに。これか。あ、光ってる。お金？なんだこれ。ん？ピカピカのコインが落ちてる。ほう。これはベロバーの事件の時の落とし物かな。だとしたら少し不自然だね。確かにベロバーは光るものが好きだったはず。君の言う通りだ。ベロバーならコインも拾うはずだ。だとするとここにコインがあるのはなぜなんだろう。よし。ああ、それだけかい。少な。痕跡な。まったく。何の推理？あ、ああ、ポケモンの保護が増えている、これね。うん。うん。ポケモンたちに何があったのか、集まった情報で推理しよう。はあ。んで、ストレスが溜まっている。無実の罪で保護されている。人のものを欲しがっている。お腹が空いている。いや、これじゃない？保護されたポケモンたちは普段なら取らない行動をとっていたようだ。もしかしたら別のポケモンの罪を着せられているのかもしれない。よし。現場に残っていた痕跡は、どれもそのポケモンが残しそうにないものだった。そうね。いつものポケモンらしくないって、パートナーさんも動揺してたし。ピカチュウが逮捕された時も同じだった。同じようなことが立て続けに。でも、どの犯行も必ず証拠写真があるから。いくらおかしなところがあっても、保護局に信じてもらうのは難しいよね。どの犯行も必ず証拠写真がある。いつもは撮らない行動。もしかして、ポケモンに罪を着せようとしている？どうしてそんなことを。あ、いや、怖がらせてごめん。確信があるわけじゃないんだ。ただ、現場には不自然なところがあるし、可能性は否定できないと思うんだ。もしそうだとしたら、なんとかして助けられないかな。無実の罪で保護されている。ポケモン保護局は何をしているのか。事件現場を調べず、証拠だけでポケモン保護しているのはおかしい。警察官から話を聞いてみよう。仮にポケモンが無実の罪を着せられて保護されているとしたら、それなんだけど、保護局と警察はどういうつもりなのかしら。しっかり調べずにポケモンを保護しているか、あるいは理由はわからないけど、保護をすること自体を目的にしているとか。それって、保護局も警察もいい加減な仕事をしているってことよね。ポケモンたちのこと、なんだと思ってるのよ、まったく。待って、レイチェル、落ち着いて。調べていけば、不自然なところも何か見えてくると思うし。そうだね。ごめん。それじゃあ、最近のポケモン保護について、
町で話を聞いてみよう。ええ、おお、警察官から話を聞いてみようか。ポケモン保護について一番よく知ってる人は、ポケモン保護局や警察の人だよね。ただホリデー警部はあまり詳しく知らなかったんだ。じゃあ他の警官の人たちに聞いてみましょう。そうだね、とりあえず行ってみようか。おー、警官に聞き込みをしよう。その前にもうちょっと街を見て回りたいんだけど、特に何もないのか？ないのか？ん？この、あー見つけてしまったような、私は見つけてしまったな。なんだい？かもしん。あなたはどこかで会ったような。ちょっとちょっと、前に会ったでしょ。私よ、クイズ博士よ。そういえばピカチュウはどうしたの？いつも一緒だったよね。かもしん。ピカチュウは今日は留守番でしてね。またクイズですか？気分転換にいいじゃない。私も協力するよ。あら、ガールフレンドかしら。じゃあ、あなたも一緒に解いてみて。では、ポケモンクイズ第1問。頭に綺麗なお花が咲いている、とってもいい香りのポケモン、だーれだ？頭に花が咲いているか。どこかで見かけたような。そうだね。お花が集まってる場所にいたりしないかな。じゃあ、見つけてきたら教えてね。始まったよ。今回もついに始まったよ。この問題。お、おたち、おたち。おたち。おたちがいる。このポケモンなら、あの隙間にも入れるんじゃないか。あ、マジ？入れるの？これ。あの結婚指輪のことね。きっと王たちならバッチリよ。頼んでみようか。ねえ王たち、大事なものを落としちゃった人がいるんだ。その人を助けるのに君の力を貸してほしいんだ。おーって、伝わらないかな。あなたが来てくれないと大変なことになるの。お願い、助けてあげて。おー、伝わったのかな。言葉が伝わらなくても思いは伝わるのかもね。そうだと嬉しいな。困っている人は噴水広場にいるんだ。そこに行ってあげて、王たち。王たち、よし。無事に向かってくれたみたいだ。これで一安心かな。様子を見に行ってみようよ。おー、まさかの王たちかよ。そのパターンは考えてなかったな。もうちょっと細いポケモンかなーって思ってたんだけどな。いや、さっそと王たちが現れて、あっという間に指輪を取ってくれたよ。君たちが呼んでくれたんだよね。本当に助かった。ありがとう。うん。いえいえ、すごいのは王たちですから。さすがの身のこなしね。私からもありがとう、王たち。王たち。これからは、そんな大事なものを落とさないでくださいね。気をつけるよ。結婚の幸せを噛み締めたくてね、じっくり眺めたくなっちゃうんだよ。そんなに思われてるなんて、素敵なご夫婦ですね。それにしても、王たちに僕たちの気持ちが伝わって驚いたよ。私、子供の時は、そんなことがよくあったな。ママからの遺伝かもしれないけど。言葉が通じなくても、気持ちは通じるんだね。おー、クリア、クリア。王たち、ありがとう。さっきはありがとう、王たち。じゃあ、ポケモン博士やるか。しゃあないな、もう。